にちは、佐々木です。本日はメルカリおすすめの中央輸入転売代行業者を選ぶ方法とは。中央輸入転売でここまでリサーチしてくるなんてびっくり仰天です、というテーマについてお伝えします。それでは早速いってみましょう。はい、この動画ですね、中央輸入転売でおすすめ代行業者の基準ですね、ぜひね紹介させていただきます。はい、こちらですね。はい、まずですね、固定費ですね、これを一切かからない業者ですね、これをぜひお勧めします。はい、ですね、この固定費っていうのは非常に高くて、高いとこですと、まあ、約3万円ですね、かかるとこもあるんですよね。でかからないとこも多いですよ、今正直。はい、それだけですね、有料なね中輸入転売の代行業者が増えているということなので、まあ、ぜひね、この固定費がね、初心者の方とかはね、その固定費がかかってしまうのは非常に大きい、高いです。ぜひね、この固定費がかからないところをね、ぜひお勧めします。はい。その次ですね、この2番なんですけど、購入商品の数パーセントの手数料のみを支払う。はい。これはですね、購入商品の 5% とかね、だけを、ね、払えば、やってくれるですね、支払い、配送ですね、の手続きをやってくれる、業者がいいっていうことなんですよね。非常に安いです。とにかく安いです。ですが、非常にですね、梱包も丁寧で、クレームとかで一切来ないので、ぜひおすすめですね。こういったね、業者をぜひね、探していただければいいかと思います。はい。で、3番ですね。これは、日本人よりも、詳細に悪い商品の判別を行っていくことなんですよね。これは、実際中古商品ですよね。早速というよりも、購入した商品と違う商品を送っている問い合わせって非常に多いですよね、今でも。はい。で、それをですね、省いてくれるっていうかね、その、真ん中に入っていただいて、クレームをしてくるっていうね、代行者があります。はい。で、こういったのがありますと、例えば Amazon に入れたときに、Amazon とかね、メルカリで商品を売るときに、非常に、仕入れの段階で役に立ちますね。はい。ぜひね、こういった業者ですね、代行業者を利用していただければ、日本人のこちらのね、輸入に対して力になってくれますので、ぜひ、ね、こういった業者に入れてくれればいいかと思います。はい。で、4番ですね、ペーパーの決済なんですよね。これ一昔前は現金だけっていうところがほとんどだったんですよ。で、今ですね、嬉しいことに、業者によってはですね、決済手数料ね、4% はね、5% 取られてしちゃうんですけど、クレカの支払いができます。はい。なので、支払いですね、決済切って、2ヶ月ぐらいね、猶予を与えてくるクレジット会社もありますので、ぜひそういったところを利用していただければいいかと思います。はい。で、5番ですね、欲しい商品リサーチ代行と、これ無料でやってくれます。やってくれるところもあります。はい。ぜひね、こういったところを利用していただければ非常に楽ですので、ぜひ利用していただければいいかと思います。はい。ぜひね、こういった有料な、中央輸入代行者、たくさんありますので、ぜひね、値段等を比較して、利用していただければいいかと思います。はい。はい。LINE 登録お願いします。LINE 登録していただきますと、30分無料コンサル、10万円稼げるマリーマニュアルをプレゼントします。ニックネームの散歩、お願いします。あと、YouTube 化出に一切受け付けてません。LINE の登録後によろしくお願いします。本日は、参加いただきありがとうございます。番組登録お待ちします。よろしくお願いします。ありがとうございました。